ジョージ・エズ・ラ・バーネットは、イギリスのシンガーソングライター。E.P.'s リド・ユー・ヒア・ザ・レイン歌詞を、を、リリース後、ヒットシングルであるブダペストをリリースし、これは、オーストラリア、ベルギー、ニュージーランド、チェコなど、複数の国でトップ10位を果たしている。最新アルバムは、ステイング・アット・タマライス。ハート・フォード・シャーのハード・フォードに生まれ、ベンゲを、 プライマリースクールの後にサイモンバールスクールに通った。2011年、ブリストルアイリッシーモダン・ミュージック・インスティチュートに通うためにブリストルへ移る。教師の親の元に生まれており、彼の兄弟であるイーサン・バーネット・モテントンズという名でシンガーソングライターとして活動している。2014年に発表したファーストアルバム、ウォンテッド・オン・ボイッチは、 全英チャート週間1位を複数回獲得している。A 俳優、イアン・マッケランとリッスン・ツーザ・マンのミュージックビデオにおいて共演を果たしている。エズラは彼の音楽に最も影響を与えた人物としてボブ・ディランとウディガスリーの二人を挙げている。BBC ラジオ1位の DJ であるゼンローは彼を今最も注目すべき力のあるボーカリストの一人だ。と評価している。 青年時代のボブ・ディランへの浸水は彼を初期アメリカンフォークやブルースの探求へと借り立てた。エズラはリードベリーの楽曲を聴き真似して彼のように歌おうとしていたという。彼の独特のバリトンボイスはザグラム・フォン・リングスからはブリストルの21歳の青年というよりもむしろアラバマのエビ釣り船の漁師のような声だと評され、その風貌とのギャップも魅力的である。 エズラがその名声を得る前、ファンとの交流を盛んにするために、ペタンという語を作った。これは主にツイッターや彼のツアーで使用され、この言葉が印刷された商品を公式に発売した。2015年3月のボストンでのインタビューで、この造語はとことんナンセンスであったと語っている。これは、僕と友達が作ったもので、良くも悪くも、ただの言葉だよ。当時僕らは18歳で、 本当に間抜けで幼稚だったけど、確かに苦しい日々を生き抜いていたんだ。また、2018年2月12日より、ポッドキャストの配信も行っている。ジョージ・エズラフレンズという題目で45分勘たアーティストと様々な内容についてトークをしている。初回は、エド・シーラン、第2回は、ラグンボーン・マンであった。公式グッズに関しては、 日本からの注文にはまだ対応しておらず、Amazon などで販売されている CD を除いては直接購入することができない。ツアーに関しても先日スケジュールが発表されたが、日本での公演は今のところ予定されていない。ありがとうございます。